はい、どれです。巷では今オリンピックが終わって、そして閉会式も終わったので、まあもう今年のオリンピックも終わりかって多分思ってる人いっぱいいると思うんですよ。なので今日はオリンピックが終わってから、スプラトゥーンの世界でオリンピックをしていきたいと思います。おめでとうございます。今日はあれなんですよ。ちょっと一つの競技をやるだけではなく、ちょっと5つの競技をやりたいんですよね。オリンピックで10種競技っていう10個の種目を競って、その成績が一番高い人が勝ちっていうのがあるんです。そういう競技が10種競技って言うんですけど、まあ、ちょっとスプラです。10種はちょっと長いので難しいので、まあ、5種競技を今日はやっていきたいと思います。それでは選手の紹介からいっていきましょう。これよりスプラトゥーン2でオリンピックを始めたいと思います。それでは第1種目いきたいと思います。位置について、よーいドン。きた。あ、一番先頭に立ったヒレオくん。さあみんな同じ足の速さの速度でヒレオ1位、ヒレオ1位です。あはははは、待って、俺落ちちゃった。この5種目は1位になった回数が多い人が勝ちになるということにしておきましょう。で、今1位だったのはヒレオくんということで、ヒレオくんまず1ポイント。続いての競技は走り幅跳びをしたいと思います。ここの金網の、ここです。ここからギリギリジャンプして、まあ、どこまでいけるか。どこまでの距離を飛べるかっていうのをやっていきたいと思います。タコからです。どこまでいけるか。うわあ、ここだ。ここです。タコここです。じゃあ次はイカ選手の番です。いた。いた、うまい。ああ、同じとこだ。ほぼ同じとこ。さあ次はボーイの番ですね。いた。いや、待って、2段ジャンプしてる。ヒレオくんいった。どこまでいけるか。同じだ。みんな同じ。この3人同じってことは、ここまで飛んだボーイの勝ち。ボーイの勝ちです。嘘です。3人の同着で1位です。喜んだ。ヒレオが起きて喜んだ。嘘だよ。ファールだもん、あれで。あ、ボーイが落ち込んでるわ。こっちが落ち込んでる。一人だけ落ち込んでる。それでは第3競技、砲丸投げを始めたいと思います。この線から出ないように、この線から出ないようにね、出ないように、まあ、どこまで何キロメートル飛ばせるかっていう砲丸投げ。それではタコからどうぞ。お、ここですね。跡がね、残るんですけど、そのままにしておいてください。続いてはイカちゃんですね。で、イカちゃん、どうぞ、投げてください。さあ、どこまで届くのか。上に向かって投げて、あーと、これはちょっと後ろだな。タコより少し後ろだ。さあ、ボーイの番です。よろしくお願いします。投げた。お、一番飛んだ。
一番飛んだぞ。やっぱ男の子だからちょっと力がある。それでは最後、本命のヒデオ選手ですね。ヒデオ選手、最後の一投投げてください。どうぞ。ヒデオ選手、ちょっと足を踏んでいる。線を踏んでいます。よし、大丈夫だ。ちょっと下がったことによって踏まない。投げた。おお、ヒデオ肩強っ。これ文句なしでヒデオくん1位、おめでとう。それではちょっとポイントの整理をしてみましょう。一番左のイカちゃんが1ポイント、その隣のタコちゃんが1ポイント、ヒデオくんが今ですね3ポイントですね。3ポイントで、ボーイの子まだ0ポイントです。ボーイの子は落ち込んでます。まさか勝てると思ってたの、抜かれたってすぐ。ヒデオくんがちょっと心配してますね。こっちですよ、選手の皆さん。こっちですよ。こっちですよ。何やってんの選手だから落ちなくていいんだよ。ボーイ困ってんじゃん。はい、続いての競技は円盤投げなんですけど、あの線の位置から、まあ、ちょっと矛の方まで少し斜めってるんですけど、あのくるくる回るのが円盤投げなんだけど、回ってタイミングよく、遠くに飛ばした人が勝ち。くるくる回って、投げれるか?投げた!お!うまい!うまい!結構届きましたね。ここまで行きましたね、今ね。頑張って、くるくる回って、なんかふらふらしてるの。お、でもうまい!投げるのはうまい!超えてきたぞ!回って、投げた!ちょっと左寄り、跳ね返って!これはちょっと届かなかったな。今のとこ、暫定では。イカが勝っております。ツインテールのイカちゃんが今のとこ1位。さあ、ヒデオ選手、円盤投げは得意なのでしょうか。くるくる回って、周りが綺麗ですね。この後投げた。ヒデオ選手危ない。ヒデオ選手今、ここのなんか角に当たって、ちょっと戻っていっちゃいましたね。じゃあ最後ですね、あの徒競走ではなく 1500m 走を今からしていきたいと思います。でちなみに俺は最初の1周、あの前をペースメーカーとして走るのですが、残り最後の1周はみんな自分の力で走って、まあ、このゴールテープをまたいだ人が勝ちということにしましょう。それではいきます。位置についてよーいドン。まあ、まずはね、俺が走ることによってルートを確認もできるし、ペース配分まで考えることができるんで、あれみんな遅いな。1500m みんな遅いな。選手の方が遅い。あ、タコ早いですね。タコが少し早いか。あ、なんか ペースメーカーめちゃくちゃ早い今。あ、ペースメーカーゴールしてきちゃった。これちょっとタコがリードですね、一人。なんでこんな差が出るんだ。1500m。おい、ボーイめっちゃ遅いじゃない。ボーイ頑張れ、ボーイ。ボーイ頑張って。さあ、先にゴールテープをまたぐのは誰か。さあ、誰が一番早い。あれ?お、あれ?あれ?ヒデオ1位だ。いやいや、あれ?ヒデオ、抜いた?どっかで抜いた。ヒデオ1位!ヒデオ1位です。おめでとうございます。2位はタコです。3位はイカちゃん。ボーイ遅いな。頑張れ、あとちょっとだ、頑張れ。あー、ナイス。審議の旗が上がってます。ちょっとリプレイ検証してみましょう。もしかしたら問題のシーンがあるのかもしれない。ヒデオ、これ反則だ。